思いっきり幽霊見ました。冗談だよ。この間夜中にトンネルで、トンネルでじゃないよ。いや、何で車でトンネルを走ってたんだよ。そしたら運転中にいきなり足をガッて捕まえて。もうシートもしたから。俺もうびっくりしてギャーって叫んでたら、口を押さえられて。叫べないよ、ナコ。って言ってたら、顎を。ぐーっと伸ばされて、顎を伸ばされて、俺のどんな顎になったまま真っ赤な血の色をしたルーズソックスを履かせる。なんでそんなことだ。ここがもうダルンダルンってなってる。ちょっと重くなってるよ。この間もうワイパーが見たことない動きをしてる。大人で脱ぐんだ。俺の長くなった顎にガンガン当たってくるんだよ。フロントガラス突き抜けそうよ。目の前をこれやぞ。絶対こちら。そのままトンネルを進んだ。灰皿がパンパン。灰皿が何も閉まらないよ。パンパンどうしたらいいんだよ。たまたまこの音は好きです。強引すぎる。さっきまで襖からこう覗いていたそのおばあちゃんの幽霊。おばあちゃんいつの間にか女性。いや、襖の話聞いてない。おばあちゃんの顔をパッと見たら、うるっすどうするの。俺医者になる。いや、そんなことない。おばあちゃんがなんかバッグから取り出そうとしてる。こんな時に本当のクラス。あんなの正解とかマジだ。同業者に挨拶。あれが同業者に挨拶してる。サイドミラーを見たらもう一人追っかけてくるんだ後ろから。何だから。おばあちゃんがバナナボートに乗って楽しいんだよ。必死に捕まっとるよ。それを見てさすがにちょっと笑ってた。笑いながらおばあちゃんの顔をパッて見たらブッスー。おばあちゃん、おばあちゃん、ありがとう。タバコやで。行けよ、チャーリーの目の前をトッ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 トの後ろのおばあちゃんが愛してるのサインと勘違いして変に興奮してボートの皮を1枚ずつめくっちゃった。そして風の抵抗をめっちゃ受けてこうなって飛んでいったんだ。おばあちゃん何しに来たの。後ろのやつ後ろ何かオープンカーになってるんだよ。一番どういうことか。ゴーグル持ってきた。でもこのオープンカーは実は顎をグイーンとされたあたりからなっていたのだ。最初からオープンカーの瞬間風がブワッと入ってきて、オープンカーおばあちゃんの間にあったふすまがもうピシャン。おばあちゃんが俺のところにスーッと近づいてきて首元にチュバッとキスマークをつけて耳元でこう支えて、チュバッてさせて知ったやん。おばあちゃんその瞬間こっちにまたふすま風が入ってきて、おばあちゃん体重めっちゃ軽いからもうさ。よかった、ババアがよく飛んできた。いや、そんなんだよ。安心したから目の前の電柱にドーンってぶつかって。お前大丈夫。いや、俺この事故で死んじゃったっていう話。お化けだった。ちょっと逃げさせていただきます。どうもありがとうございました。